僕らがサツキの家の乗っ取り、会ったことも名前も知らないような、親戚が今までにしでかしたことの後始末をやっと終え、僕らは久々に我が家に帰ってきた。で、なんでまだうちにいるんですが、お二人は。そんな悲しいこと言わんで、ええやん。ワイワイしてる方が楽しいやろ。そうそう。それに、私がどこにいようが私の自由。でしょ？いやまあ、そうですけど、僕とお母さんは、サツキの家の加工生産し終えた後、琴姫さんとカオルさんに協力の報酬として、カオルさんには残ったサツキの家の権力を、琴姫さんには残った財の大半を渡した。あとサツキの家に残ったお金とかは、サツキの家の被害者や、トラマル家を筆頭に協力を強いられていた人へばらまいた。まあ、だから僕とお母さんには、サツキの家の人間というレッテルしか残ることはなかった。というかそうした。そういや、今更やけど、あのお二人さんはどうしたん？今夜ご飯の買い出し中ですよ。今日は珍しく、お母さんが作るとかなんとか。え？あの人料理できるん？さあ？そういえば天音様、今聞くのはおかしい自覚はありますが少しいいですか？ん？改まってどうしたの？天音様はどうして、サツキ家を出たんですか？ああいや、居心地が悪いや、あの家の人たちが嫌いなのは重々承知の上なんですが。ああ？そういえば話したことなかったっけ？そんなの単純明快よ。結婚を反対されたから。ただそれだけ。結婚を。スバルのお父様とのですか？そう。ただ、スバルの父親はちょっと特殊で、いろいろと訳ありな人だったから、ボロックソ言われたのよ。そんなどこの馬の骨とも知らぬんぬん。お前にはサツキの後取りをうんぬん。そんなことを二日間くらい十何人に言われ続けて、この人らやべえなってなって、そのままスバルの父親と駆け落ち同然に家を出たってわけ。それなのにどこから聞きつけたのか、スバルが男子ってわかった途端、後取りだからどうのこうの言い出してきて。だから、私はサツキの家を潰すことになんら躊躇なんてなかったの。本当はうちを出た時点で縁の一つや二つ切ろうと思ったんだけど、今思えば、あの時に切らなくてよかったとは思ってる。スバルと翔ちゃんを引き合わせれたし、その点に関してだけ、あの人たちには感謝してる。ですね。話は変わりますが、あの悪さをしたサツキの人たちは今後どうなるんでしょうか。さあ、割としぶとい人が多いし、どっかで生きてはいくんじゃない？ま、今後私たちに接触してくるなら、その時はちゃんと公的手段を使うからいいけど。すみませんスバル、お待たせしてしまって。いえ、それよりも携帯はありましたか？はい、机の中にありました。あれですね、いい加減私も携帯を持ち歩く癖をつけないとですね。あまあ、そうですけど、他の人は多分、癖つけてるんじゃなくて、依存してるだけな気もしますが、休学が明け初日、僕らはかなり久しぶりの日常を過ごした。そういえば、ナズーリンさんに色々と解決したって話忘れてた。まあ、ナズーリンさんなら、僕らが学校に来た時点で、ごたごたが解決したってことは気づいてるか。翔さん、この後時間ありますか？ありますけど、何か用事でもあるんですか？あ、いえ、これといって用事という用事でもないんですが、ちょっと散歩でもと思いまして。そういうことでしたら、お付き合いさせてもらいます。お、近場にこんなところがあったんですね。結構前に見つけて、たまに気分転換しに来てたんですよ。ま、最近は書類整理の合間にも来れないくらいには忙しかったので、僕も久しぶりに来ましたけど。翔さん。どうかしましたか？いい名付けですから今更こういうのも、なんというか。変に照れくさいですけど。あと少し待っていてください。僕がちゃんと翔さんと結婚できる年齢になるまで。ええ、私はスバルと言い名付けになった時からそのつもりでしたよ。赤くなってる。スバルが珍しく頬を赤らめてそう言ってくれて、私はとても嬉しいですよ。赤く、なってないです。仮に赤くなってても、それは夕日のせいであって。はいはい、そうですね。夕日のせいですね。そういい翔さんは、僕の頭をポンポンとしてくる。翔さんが僕にこうやって接してくるのも、いい名付けとしてなのか。いや、それを気にするのはいくらなんでも野暮が過ぎるか。僕はサツキとトラマルのいびつな関係が出来上がった経緯と理由をもう知っている。もう？僕らには関係ないといえば関係のないことだけど、知っておくのは大事だと少し調べた結果、皮肉なことに、サツキとトラマルの関係は、互いを愛し愛され、焦がれた、男女の思いが始まりだった。僕らが嫌ったいびつな主従関係が、元をたどれば一緒になることを故に、時代に許されなかった男女の苦肉の策とは、本当に、皮肉がたっぷりだ。一族を潰し、何世代も前の当主様が考えた、最愛の人と一緒にいるための関係をも壊した僕ですけど。たたらないでくださいよ。これも僕らにとっての最善の選択だったんですから。もう、
僕と翔さんの間には、いいなずけだとか、ボディーガードだとか、サツキだとかトラマルだとか、そんなどうでもいい要素はなくなった。正解かはわからない。だけど、これが僕の望んだ結果だ。ただのトラマル翔とサツキスバル。それ以外の要素なんて何の意味も持たない。僕らはただ、お互いを好きだと思う事実さえあれば、それだけでもう、十分だ。僕はもう満たされている。時間も時間ですから、そろそろ帰りましょうか、スバル。はい、翔さん。今回頑張った僕への報酬は、翔さんの笑顔。見合ってないな。報酬が大きすぎる。